佐久間信康から九百二十三年五月一日は戦前日本の英語学者。第五高等学校教授、東京高等市販学校講師、戸間千秀との祖,祖父にあたる。文久元年四月十日旗元大久保忠宏の次男として、江戸深川森下町に生まれた。幼名は小次郎。慶応三年旗元佐久間信久の養子となったが、慶応四年に1月、 矢部信久は、戸場・伏見の戦いで戦死した。徳川家が、駿府藩に違法されると、明治元年9月要素防受領とするが国沼津に移住し、明治2年養父の先友高原祖六の沼津平学校付属小学校に入学、休暇には、旧地行地伊豆国田方郡新田に移住していた、佐久間本家、和三郎方に身を寄せた。 西洋人に直接学問を学ぶようにとの養父の遺言に従い、明治5年横浜に出て、同文社に入学、1873年横浜市学校に移り、ヨ下には、元同校教師、サミュエル・ロビンス・ブラウンのブラウン塾に通った。ブラウン塾の同級生には、押川正義、植村正久、伊深カ・之ジノ鈴木薫六等がいたが、佐久間は鈴木と、 並び優等生として長愛され、ブラウンの娘ハティには赤い方にちなみチェリーとあだなされた。1874年上京して中村正直の導入者に入学。1875年東京英語学校に展示。1877年東京大学予備門に統合される際退学した。1877年7月27日知人。 河村坊の圧戦により、札幌農学校に第三期生として入学した。同期には、斉藤昌三郎、一期上には、岩崎幸千華、二戸部稲造、内村勘臓等がおり、彼らとの学生生活は、内村の世はいかにして、キリスト信徒となりしか、に描写され、佐久間は、イニシャルの S で登場する。札幌在学中は熱心なキリスト教徒として、 酒、タバコを断って、新京都的な生活を送り、内村勘蔵をキリスト教に引き入れたとされるが、後年には自身がキリスト教徒であることを否定している。1882年7月札幌農学校を卒業し、1883年12月内務省に入省、地理局測量課東京気象台警報係に勤務した。 1884年9月福島県立若松中学校3等教諭。1885年2月校長心得となり、12月中学校主班学校の教員免許を取得した。1886年3月若松中学校が廃校となったため、5月福岡県立福岡中学校2等教諭に転じた。 1887年京都に出て6月から西本願寺大教皇。1888年12月から同時文学寮で英語、数学を教え。1889年4月同志社普通学校に転じた。1891年3月、小木村錦木太氏とともに熊本市の第五高等中学校に赴任し、1892年に1月教授と、 なった。五校では、同じ元爆心で、英語学校の後輩、篠本二郎と親しくした。英語科の同僚ラフカディオ・ハーンとは当初は良好な関係にあったが、性格の不一致により次第に対立を深め、1894年ハーンは、熊本を後にした。ハーンは退職後の所管において、佐久間は宣教師と結託して自分より、 優秀な教師のボイコットを死亡したと訴えているが、真相は不明である。一方、1896年公認として赴任した夏目漱石とは良好な関係を保ち、夏目は佐久間の英語力を評価して、生徒に僕のわからないところは佐久間先生に習って教えるからと言っていたという。しかし、生徒にとって佐久間の教え方は高尚に過ぎ、たびたび先生の講義は、 少しもわかりません。もっと平易に教えてくださいと注文を受けた。他方、校長中川元も、佐久間のことを嫌い、全校長で、東京高等師範学校校長に転じた、加のうじに掛け合って、佐久間を同校へ転出させるよう図ったという。転出計画は実現しなかったものの、1897年7月、佐久間は、被職となり、百九十八年一月以岸、 体した1897年9月帰京し、浄土州本校、実定、松平広告と東京専門学校に勤務し、12月から陸軍方向学校教師を兼ねた。前後して、生息英語学校にも勤めたが、斎藤秀三郎と対立して、すぐに辞職した。1898年3月浄土州、本校、6月東京専門学校。 7月陸軍高校学校を辞職し、1898年9月から1899年3月までに勤めた。また、磯部屋一郎の陽光中国民営学会で代行を引き受け、ジャパンタイムズ、中外英字新聞とも関係した。1900年8月京都で西本願寺文学寮教頭となったが、同年仏教高等中学として、 東京に移ったため帰教師、12月辞職した。1902年4月8日東京高等、師範学校英語科講師となり、国学院講師、1911年、明治大学講師を兼ねた。1904年9月日本中学校で、東京英語学校最高に関わったが、1年は余りで、並行した。1914年3月英語科主任、岡倉義三郎と対立して、 高等師範学校を退職し、以後国学院、明治大学で講義を持ちながら、著述に専念した。1922年2月、大阪外国語学校新設に伴い、校長中目覚ましにより、英語科教授に招かれ、4月東成郡天皇寺村3073番地に移ったが、1923年春風にかかり、肺炎を併発。 5月1日天皇寺の自宅で死去し、15位に上された。5月4日、安倍の祭場で、国別式が行われ、5月12日四役、船町全勝寺に葬られた。戒名は、特捜因子によしきょうやすこじ。英語お持ちや箱では、斉藤秀三郎の表した、カンバセーショングラマー序文におけるレシーブと、アクセプトの使い分けの誤りを指摘し、 両単語の使い分けを示す例文を示しつつ、その著者の出版業者が、販路獲得のため物品を送っていることや、著書モノグラフで、監視、全知詞の用法を不必要に細かく区分していることについて、通列に批判した。英語研究25、4&20 のごとき数の綴り方では、24を 4&20 と点灯させて綴るような用法について、 神田内部が39まで、勝又千吉郎が49までとしたことに対し、コナンドイルやエリオット等の作品から約20例を示して反証した。若い頃には数学の講義も担当するなど他の学問にも見識があったほか、記憶力に優れたことでも知られ、スタンダード大辞典を隅々まで読んで誤植をも6箇所発見した演習率を数百桁暗証した。 万世郷から日本橋銀座までの通り沿いの商店をすべて順番通りに記憶していた、オリバー・ゴールド・スミスの調子、観村業を一時一句暗唱したなどの逸話が残されている。天文学にも興味を持ち、夜間寝巻きのまま望遠鏡を持って支柱を徘徊し、しばしば警官に呼び止められた。一方、札幌農学校で学んだはずの農学には、 関心がなく、農業以外のことなれば、何にでも精通していられる、農学士と称された。ありがとうございます。